今日はですね、会社行く途中なんですけど、遠回りをして桜を見に来ました。ここは岡山後楽園です。ちょっとね、木の向こうが岡山城、桜で有名なんですね。会社と逆方向に行ってます。ちょっと早めに出てね、みんな撮ってますね。パン写真入禁止だって、すごい。あとね、ここがすごいだけじゃなくてね、ちょっとこっち、もう一本川があって、そっちもすごいですね。みんな通勤で逆方向行ってる。ほら、ここの川がねすごいんだ。ちょっとね行ってみよう。ほら、あ、まだね本当に先来てるわけじゃないな。桜並木でね、咲き誇るようですね。ちょっと待って、よいしょ。じゃあ進んでみましょう。よいしょ。すごい。まだね、七分咲きぐらいですよ。夜はどうなんだろう。ただ、あとね、コロナウイルスのせいで、あと、そう、露店が出てないですね。露店がずらーっと並ぶようですけど、ね、後楽園です。岡山後楽園。これでしばらく走ってみよう。うわ、長い。結構長いですね。岡山城見えますね。桜並木。あ、ここ何、露天コーナーみたいなのができてる。一軒家でやってるんだね。一軒家の庭を貸してやってるんだ。ここだけね、そう、車道が広いな。ここまで車で通勤できて、
歩いていくんだな、会社まで。そうだよ、すごい岡山城。こっち側渡っちゃおう。かなりね、桜の真下を走行してます。ちょっと土手の上なんでね、コースをずれると転落するので気をつけましょう。のところまで行ってさ、強いやめよう。ちょうどね、岡山県庁図書館のところの通りですね、県庁通り渡っちゃいますけど、まだね、坂並木は続くようですけどね。渡っちゃいましょう。よいしょ、うん、岡山後楽園、あそこね。で、岡山城でした。